はい、こんにちは。サルウィンです。いきましょい。初初めめててののダダイイレッレックススささんんででおお買い買い物物ししててみみたたら、ら、なんなんかか安安かっかった。た。ひどいタイトルコールだ。はい、というわけでね、ちょっとね、ダイレックスさんっていうね、なんかね、多分サンドラッグさん系列っぽいのかな？なんか結構似てますよね、外観もね。まあ、ディスカウントストアということでね。まあ結構スーパーみたいな感じというか、でもホームセンター感もあるんだよね。まあ薬局というか薬と酒をめっちゃプッシュしてますけども。まあ実際、そのドラッグストア系と言ってもいいのかな。だから結構ね、サンドラッグさんだったりとか、まあいろいろとそういう感じだが、なんかホームセンターだったりスーパーだったりなんか結構いいとこ取り感があってですね。まあちょっと先日ね、ちょっとね、というかたまたまなんですけど、あた先日じゃない、今日だ。本日ですね。見かけたので、ちょっと寄ってみたんですよね。だから最近ね、結構いろいろといろんなお店回って、ちょっと動画撮ろうと思っててね。私結構、まあ自分の中のルーティーンっていうか、やっぱ好きな食べ物だったり飲み物、あとは水ですね。水を結構買うことがあるんで、やっぱ一番ね、安い水ってどこなのかなっていうか、どこが一番安く水買えるかなっていうのを結構探してまして。今日なんかはね、まあ歯医者行ったついでに、まあいろいろと寄って、でね、まあそう、ちょっとね、で、近場っつっても結構あるけど、今日はまあ業務スーパーとか行って、業務スーパーは割と水どんぐらいだろうなんとか見に行ったりとか、まあそのついでにちょっとね、あ、そういえばなんかできてたっけと思って行ってみたんですよね。へえ、みたいな感じでしたけども。で、今回ね、ダイレクさん行ってみたんですけど、とりあえず私これを買いました。あ、そっか。こっちだね。これです。ババーン。まあ、この辺は気にしないでね。カードは売ってないです。とりあえずこのね、カスタードケーキ、チョコパイを入り口でめっちゃプッシュしてました。安かったですね。これ定価だとね、230円。いや、多分250円ぐらいするのかな、税込みで。いや、もうちょっとするのかな、税込みだと。これがなんと税込み199円ですね。安い。でもブランチェルとかもね、だいたい239とか、238円とかそんなんだっけ。税抜きじゃなかったっけ、あれ。なんなら。いや、もっと定価高いんじゃないかな。ブランチュールは179円。雪の宿はなんと97円。まあ、雪の宿は結構ね、100円ぐらいで売ってるのは見かけるんですけど、それでも安いですね。私はなんだかんだで、ね、結構自分の主食というか、まあね、ご飯はね、ご飯じゃねえや。まあ、ご飯って言っていいのかな。いや、ご飯って言わない方がいいのかもしれないんだけど、ややこしいね。まあ、お菓子ですね。お菓子を、まあ、どっちかというとお昼ですね。だいたい朝ご飯はご飯、なんかね、パンとかご飯、大体納豆とかなんですけど、食べて、で、なんかお昼につなぎで、お昼と夕方はつなぎでこういうお菓子とかをちょっと食べて、で、夜はなんかちゃんと食べるっていうような感じで、だいたい食生活が私の中でできてるんですけど、だからだいたいそのつなぎ用のね、お菓子をちょこちょこ買うんですけど、だいたいいつもはね、ドン・キホーテさんとかでね、結構定価よりも安く買ってるんですけど、それよりも安かったっすね。なるほどって感じですかね。まあ、あとはたまたまオープンが近かったというのもあって、オープンセールで安かった感じもあるかもしれないですけど、そういうのは全体的に安かったですね。まあちょっと他にもね、食品見たりとか、まあいろいろとね、まあ水はね、普通でしたけど、まあ普通っつってもね、私が見てるのが安いだけだと思う。まあ2リットル、これ。2リットルだね。2リットルのペットボトル、あ、ちょっと今ね、手元、ね、画面に映ってないんだけど、2リットルのペットボトルがだいたい1本70円、60円。私はだいたい50円、60円で買ってるんで、まあだいたいいつもと一緒ぐらいかなっていうぐらい。っていう感じですね。で、ちなみに触れてなかったけど、この喉飴。これが、120、じゃない、149円。で、このかりんのダメが私が愛用してるやつですね。これが129円ですね。まあ、これね、だいたい100いつも150円とかで買ってるんで、まあ、安いですよね。なるほどって感じです。なんでね、結構、お、安く買えるんやったら結構ええなっていう。まあ、ちょっとね、ただ、めちゃくちゃ混んでてね、まあ、オープンしたてだったからなのかな。すげえ混んで、久しぶりっすよ、レジで30分以上余裕で待ったね。30分じゃ効かなかったかもね。めちゃくちゃ混ぜました。しかもね、レジがね、全部で5、6箇所、もうちょっとあったかな、ぐらいあるんですけど、それが全部パンパンに埋まって、私はそのまあ一つの列に並んでたんですけど、並び始めてから多分余裕で30分以上待ってましたね。うわーって。
1時間は多分待ってないと思うんだけど、まあ、その間、もうちょっとね、電子書籍というか、携帯で漫画読んだりとか、まあ、ちょっとね、スマホゲームで やりながら繋いでましたけど、うわー、立ってんの疲れんなー、みたいな感じでしたけど、まあ、しゃあないですけどね、すごい大盛況だったみたいで、まあ、そんだけ人が集まるほど、まあ、訴求力というかね、まあ、そのやっぱり、ね、購買意欲をそそるやすさがあったということでしょうね。ちなみにこれだけ全部買って、1000円いってないですよね。これ普通に買ったら1000円余裕で超えますから、これ。税込みで952円。安いっすね。なんでね、ちょっとこれから、あれっすね。あ、しかもなんかポイントとかあったんだ。私ポイントつけてもらってないけど、なんか一応ポイント対象額って書いてあるな。あ、でもあれか。だいたい、まあ、100円で1ポイントって感じなのかな。あ、でも違うな。952円で、あ、なんかタポイント対象外のアイテムもあったってことかな。なるほどね。あ、違うな。多分税か。税かな。税が70円入ってるから、それを引いた分ですね。そうですね。税は入らないから、まあ実質880円分ぐらいのポイントが発生してるということですね。はい。で、その分だから8ポイント出てるって感じですね。なるほどね。はい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 。ということでね、まあ、そうね、ダイレクさんね、近場にあったらぜひね、ちょっと足を運んでみると、お買い得かも。なんかすごかったね。なんか、グラム1円っていうさ、あの看板が出てて、結構食品系、お肉とか、まあ、海鮮というか、そっち系のやつ。1円と思うけど、大体あれよく見るとグラムなんですけど、でもグラム1円でも安いよね、言ったら。だってグラムね、うん十円とかさ、よく見るけど、グラム1円は結構安いよね。某ドットなんとかさんはね、5がつく日は5円みたいなやつやってたような気もするんだけど、あれでも、あれはまんま5円やったっけ。ちょっと覚えてないですけど。いやでもね、おっていうのは結構ありましたね。だからいっぱい買いたかったんですけど、まあ、実際ね、レジ、もう入り口入った時点でレジクソ混んでんなと思ったから、いや、最悪これって何も買わずに帰るまであるけど、いや、もう入り口でこのカスタードケーキとチョコパイをもう買おうと決めてしまったからには、並ばざるを得ないと思ったんで、そこそこ買おうと思って。でも結局買ったのはお菓子ばっかりっていうね。でも私が愛用してるところ、私がいつも大体食べるんだからね、納豆。特に最近はね、ちっちゃい納豆が好きでね、極小粒っていうすげえちっちゃい小粒納豆をよく食べるんですけど、あれはね、売ってないんだよね、あんまりね、意外とね。まあ、ドンキさんにはよく売ってるから買うんですけど。まあね、あとは、私がよく買ってるコーンソフトも意外と結構いろんな今日ね、なんかね、いろんなとこ回ったんですよ、ついでだから。見比べてみようと思って。いろんなところの食品の値段とかもね、まあ、水だけじゃなくて食品の値段見比べたりとか、あとはね、ここ最近ね、ちょっとね、古い、プロモデルとか探してるんで、まあ、いろんなお店もあったりとかね、してるついでに。だから最近はあとディスカウントショップっていうか、あとリサイクルショップか。そういうとこも回ってますね。意外といろんな発見があるから面白いなぁとか思って。なんか最近よく外のね、いろんなお店を見て回る、なんかね、なんていうの？ウィンドウショッピングじゃないけど、まあ、なんかそういう流れが最近あったりするんで。まあ、その一環がこれっていうことですね。なんでまあもしね、ほんと、ダイレクさんね、近場にあったら、いろいろね、見てみると、お買い得に商品を買うことができるかもしれない。まあ、だから結構お店によって力入れてるところが、もちろんあとはそのセールとかがね、あるから割引とかでね、やってる時、ね、お買い得ってやってる時があるんで、まあそれをちゃんとやっぱね、まあ主婦じゃないですけど、もうね、チラシをもう見て、もう見比べて、ここが一番安いからここ行くとかね、まあね、もうそういうチラシとか見てやるのも面白いかもしれないですけどね、というわけで今回はダイレックさんに関するお話でした。よかったら皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。